どうもナベルです。はい、結構久しぶりな感じがしますね。今日はですね、ポケモンカードゲームをちょっと箱で買ってきたんで、新しく出たポケモンカードゲーム、ソードとシールドですね。まあゲームも発売されたということで、ポケモンカードもね、新しくなりましたね。1パック5枚入りで、1ボックス30パック入りでございます。結構伝説のポケモン、ザシアンとザマゼンタがいますね。はい。で、なんかこのね、ポケモンカードゲーム、ソード、シールドがなんか、V っていうなんかカードが出たらしいですね。俺詳しくわかんないんですけど、GX じゃなくてなんか V っていうのが出たらしいので、ちょっとね、開けていきたいと思います。ではこのソードから開けていきたいと思います。今回はちょっと当たりとかよくわかんないんで、まあ、とりあえず、レアが出てくれれば、V が近いのかな?が出てくれればいいんですけど、今回何が当たるとか全く調べてはいないんで、とりあえずちょっと、とりあえず、開けていきたいと思います。よいしょい。あ、これも書いてあるね。ザシアン V 登場。ザシアンが強いのかな?当たりが全くわかんないぞ。V がでも強いっていうのかな?じゃ、まず一バックずつ開けていきます。V が強いっていうのは、よいしょ。じゃ、まず一バック目。よいしょ。お、エンニュート。エンニュート、バチウニ。あ、バチ、あ、これ新しいやつですね。バチンウニ。ナットレイ。お、光ってる。お、ダダリン V。出た。早速 V 来ましたね。で、風船。へぇ。これが V のカードですかね。へぇ。これが強いんですかね。まあ、V。とりあえず V1 枚ゲットでございます。ダダリン。2パック目。2パック目と。よし。いきなり V はいいんじゃないですか。マンタイン。ここ柄。これも新しいポケモンですね。タタッコ。これもそうだ。すごい傷薬。アーマーガー出ましたね。これも新しいポケモンでございます。残念ながら V はなかったですね。3パック目。よいしょ、3箱目、3箱目。ゴース、マラカッチ、メッソン。お、これは、御三家の水タイプですね。お、ジメリオン。これは進化です。メッソンの進化です。お、フォクスライ。これも新しいポケモンですね。ガラル地方の。はい。V はなかったですね。4パック目。よいしょ、4パック目。いきます。ちょっとね、お、チラーミー。お、ヤクデ。これも新しいポケモンですね。マンタイン。お、ドグロック。進化のこう、あ、これこれ、あ、違うわ。うん、このドグロックは V ではないですけど光ってますね。はい、ドグロックです。さあ、5パック目いきます。まあ、1枠でそんなめちゃくちゃいいレアが出るとは思わないんですけれども、まあね、この辺は分かるんですからね。よいしょ。お、メッソン、ゴース、チラミ。お、お、石変人 V、 ネンドール。 V 来ましたね。これも新しいポケモンですね。ガラル地方の石変人。はあ、光ってますね。とりあえず V2 枚目ですかね。6パック目かな。喋ってると何パック開けたか忘れちゃうんですよね。6パック目かな。クラブ、かわいい。テッシード、ヤトウモリ、ラムの実。お、バチンキー。これも新しいポケモンですね。サルノリの進化系ですね。バチンキー。V はなかったです。7かな。7パック目。ヤジロン、ヤトウモリ、ワンパチ。お、これも新しいポケモンですね。ガラルの。お、ポットです。出た。これもガラルのポケモン。と、あ、ロトム自転車。これね、あの、ソードシールドの自転車ですね。はい。V はなかったです。よいしょ。よいしょ。ウソッキー。お、青ガラス。これはココガラの進化ですね。と、ワンパチ。お、ラプラス。なんか VMAX、 何これ VMAX って、これ強いのかな。
まあいいや、普通の釣り竿。お、なんか VMAX ってな、これレアもしかして。VMAX なんてあんの？ VMAX？ ちょっと待ってね。VMAX？ ハテナなのかな？ VMAX。もうラプラスですね。やった。これも V でしょね。OK です。VMAX。あ、違う。何これ？よく見ると、ラプラス V から進化って、あ、巨大マックスなんだ、これ。あ、巨大マックスとかもあるんですね、カードに。で、巨大マックスってね、ソードシールドに追加された新しいポケモンバトルですけど、ポケモンが巨大化するっていう現象ですね。へぇ、カードにもあるんだ。とりあえず、まあ、いいでしょう。でもこれ、ラプラス V 持ってると使えないな。効果のカードで出せるとかあるかな、もしかして。何パック目か忘れちゃいました。あ、サルノリ。これはさっきのバチンキの進化前ですね。五三家の草です。クラブ、チラーミー。お、出た！あ、バチンキ出た。出ました。これも、ガラルの新しいポケモンです。V。これなんかね、結構強いんですよね。口の中になんか魚加えて、バーンって相手にダメージ与えるっていう。の V 出ました。ありがとうございますよ。よいしょ。役で、あ、ガラルニアスだ。ガラルのニアスはこんな感じなんですね。クスネ、これもガラルです。フォックスライ、ローズレイド。ああ、V はなかったっす。よいしょ。マラカッチ、キングラー、ヤバチャ、これもガラルですね。お、お、てかザシアン V 来た。え、風船？これしかも金じゃん。え、なんかめっちゃゴールドだよ、これ。すごくない？え、これ。UR ってことはウルトラレアじゃない？これ。あ、乗ってない。しかも、これレアじゃない？やった。金ピカだよ。かっこいい。ザシアン V 来ました。ありがとうございます。マッキンキンだよ、これ。これ相当レアじゃない？おぉ、すげえ。光り方がおかしい。違うもんだって。ありがとうございます。あ、でもザシアン来たってことは、ダマゼンタも欲しいな、これな。ガラルニアース、どんどん上げていきます。ヤクで、ウソッキー、ゴースト、ロズレイド。めっちゃ金ピカだよ。よいしょ。ワンパチ、ヤクで、青ガラス、あ、出た、ラプラス V。ヤク、あ、丸ヤクで、これはヤクでの進化です。あ、このラプラス V でさっきの巨大マックス使いますね、ラプラス。なんかすごい、顔がすごいね、これなんか。恐竜っぽい感じする、ラプラスが。はい、OK です。よいしょ、ナットレイ、ヤジロン、サルノリ、チラーチーノ、ゴーストです。ヤジロン、ゴース、キングラー、ツッツノセザ、アーマーガー。何が一番レアなんだろう。ロゼリア、テッシード、ヤバチャ、ゲンガー光ってるけど V じゃない。チラチーノ。お、出た。ガラルマッギョ。バチンウニ、ロゼリア、博士の研究、そう、これはガラルの博士ですね、今回の。マグノリ博士。光ってます。オクスネ、ゴース、テッシード、ネンドール、ビート、出た。これもライバル的な位置かな？今回のゲームの。ソードシールドの。アカッチ、クスネ、ココガラ、ラムの実、バチンキー。次。ウソッキー、メッソン、ヤトウモリ、パルスワン出た。出た、オトスパス。これはワンパチの進化ですね。オトスパスはさっきのタコの進化。タコっていうか、タザッコの進化です。え、次、テッシード、メッソン、サルノリ、お、ザシャン来た。あ、これ普通のじゃない？風船、普通のザシャンじゃない？これ V。これもかっこいいな。多分、効果は同じだと思うんですけど。こっちは黒っすね。はい。安さが。次、よし、ココガラ、タタッコ、クラブ、ジメレオン、ゴース。ゴース、マンタイン、テッシード、あ、インテリオン来た。オトスポス。これは、メッソンの最終進化ですね。V ではないですけど、光ってます。ヤバチャ、サルノリ、マッキョ。出た、ゴリランダー来ました。アーマーが。これは、サルノリの最終進化ですね。ゴリランダー。まあ、ゴリラかな。よし、グレッグル、
ヤバチャ、ヤクで、進化の子、丸ヤクで。V はナイス。ここから、クスネ、キングラー、普通の釣り竿、丸ヤクで。くそ、V が当てなくなってきたぞ。多分すごいと思うんだけどな。グレッグル、バチングに、エンニュート、お、ニャイキング。これは、ガラルのニャースの進化系ですね。ニャイキング。まあ、V ではないです。光ってますけどね。ニャース、グレッグル、クラブ、ラムの実、オトスパス。ちょっと待ってくださいね。すいません。残りいきます。あと2パックかな。これが29パック目かな。よいしょ。タタッコ、マンタイン、マッキョ、ガラルマッキョ、レンドール、大きなお守り。おー。はい。よいしょ。最後いくよ。ロゼリア、テッシード、青ガラス、なんだ?来い!あー、ガラルニャース。かぶりましたね。はい。というわけで、ということで、まあ、30パック開けて、レア、まあ、光ってんのが、1、2、3、4、5、6、7、8、ですね。まあ、ポケモンは、1、2、3、4、5、6、7で、トレーナーカードが1枚。で、V が、全部で30、1箱開けて、1、2、3、4、5、6、7枚入ってましたね。中でもこのザシアンのこのキンキラキンはすごいんじゃないですか、これ。ザラザラしても触ったら。これ、すごい。多分これ同じだよね。あ、そうですね、多分。いや、かっこいい、これ。やばいっす。というわけでね、ソードの方は終わったんで、次ね。シールドの方を開けていきたいと思います。まあ、ザマゼンタのこのキンキラキンが出たら俺は嬉しいです。というわけで次は、シールドの方を開けていきたいと思います。ではまた次の動画で。